ちょっと遅れちゃった、1分ぐらい。ちょっと待ってね。ちょっとまだ全然安定してないんだけど、配信する場所が。しかもめっちゃなんか顔面に色なさすぎてやばい。ちょっとリップ塗っていきたいから、ちょっと一旦下からアングルになります。え、めっちゃ下がった。58位とかになっちゃった。ちょっと一旦下からアングルで、ちょっと待ってください。ちょっと待って、ここにあった。お待たせ。下からアングルでも、多分これでいいや。めっちゃ遠いけど、カメラより。ちょっとリップを探してます。パック、これはパックなんだけど、アイスかかき氷のを投げてくれたら嬉しいです。かけもちさん、ソフトクリームありがとうございます。髪型めちゃくちゃ可愛い、ありがとう。さっき言ってた。アリーさん、かき氷ありがとう。ダニーさん、ソフトクリームありがとう。ありがとうね。あ、リクちゃんだった、可愛い。まあ別にあんまりあれなんだけど、これは向こうにいるとき。よいちゃん、ありがとう。かき氷、あ、そうまさん、かき氷ありがとう。ちょっとリップを探してるんで、ちょっと私が見てない間はちょっと読めないかも。よいしょよいしょよいしょ。ロクさん、かき氷ありがとう。ちょっとリップだけ濡らしてくださいなと。ちょっとさっきまで本当に眠たくて、お昼めっちゃらしそう。今日は夜も昼も2回するね、ショールーム。昨日と一昨日できなかった分の2回をちょっと今日やろうかなと思って、夜は8時から9時のいつも通りでやりますので、よかったら来てください。あー、前田真央さん食べてありがとう。そうする予定だから来てください。眠たくてさ、さっきここのソファーで横になってたのね、TikTok 見ながら。そしたらもうどんどん眠たくなってきちゃって、寝ちゃったらやばかったから危なかったですね。これも可愛いでしょ、ギラッギラのでっかいやつ、見えてるかな、可愛いです。だからちょっと寝起きな感じ、寝起き、寝てないけどちょっと眠たそうな顔かもしれませんが、ショールーム終わったらまた生誕祭の準備しないとね。かわいい。リンカ呼びでいいの？うん、いいよ。アイス投げれば、そうです、アイス投げてくれたら嬉しいです。アイスかかき、まあどっちでもいいんですけど、アイスから攻めていこうかなと思いまして、アイスから頑張りたいと思います。ありがとう、世界水泳来てくれる、ありがとう。アニハチェヨ、アニハチェヨ、アニハセヨ、来てくれてありがとう。ここの固定コメントも読んでくれたら嬉しいです。あー、おち、すいません、ありがとう。みんな、あー、ヒロンガーさん、アイスありがとうございます。マニアさんもありがとうございます。こんにちは。ありがとう。何話そうかね。
何話そうか。とっても眠たい。よいちゃんかき氷ありがとうね。今日めっちゃ暑そう。外出てないんだよね、ずっとクーラーの中にいるの。よいちゃんソフトクリームありがとう。あ、かき氷どうぞ。ありがとう、食べてもありがとう。アイスキャンペーンさんがちょ、そうアイスキャンペーンさんがちょ、ね、ありがとうね。目が眠たそう。目が眠たいです。めっちゃ眠たいです。ありがとう。ランニングマスさん定期コメントありがとう。そうさんかき氷ありがとう。リンカ朝ドラのアマちゃん見たことありますか？ああ見たことはないです。ドラマは見たことないんですけど人は知ってます。ミツちゃんとサイダーいいね。暑そうだもん。あっ、もういっか。危な危な、ちょっと待って。昼寝いいよね。昼寝ちょっと暑そう。昼寝が一番気持ちいいからね。でも夜寝れなくなっちゃうからさ、それは困るからね。最高の教師私も見た、リアタイした。初訪問の方がいっぱい来る。お昼だからね、みんなお仕事だしね。夏休みって言っても平日だし、お仕事がありそうですね。こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとう。 T さんアイスありがとう。嬉しい、本当に。あーまたアイスありがとう、嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとうね。なんかある話すこと。なんか話してほしいこととかありますか？お昼ご飯は食べてないです。朝が遅かったんで食べるのが、フレンチトーストを自分で作ってそれを食べただけなので、お昼は食べずに過ごします。あとは夜ご飯だけで過ごします。あるんだね、やっぱ大学とかにも夏休みというものが。てかさ、足怪我しちゃったんだよね。いつの間にかなんか擦った感じの足の怪我の仕方で、なんか痛いな。今日は久しぶりにゆっくり朝起きれたので嬉しかったですね。東京から見に行きました。ありがとう、ありがとうね。29歳と生徒さん来てくれてありがとう。フレンチトースト作れるとかおっしゃって、いや全然全然。そうフレンチトーストを作ったんだよね。社会人にも夏休み欲しい。社会人にも夏休み欲しいよね。しんどいもん。でも夏休み、社会人が夏休み作っちゃったらさ、社会が回らないじゃん。経済が回らないじゃないですか。確かに。お姉ちゃんはもう大学生だけど夏休みありますわ。
夏休みっていつまで、いつまでなんだろう、わかんない。いや、凛花ちゃん、あまちゃん、し、あ、知ってますよ、知ってるんだけど、顔は知ってるんだけど、見たことはない。その、タラッタ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 ラララでしょ、知ってる知ってる、でも内容は知らないです。経済回すために頑張っていただきます、頑張って。お姉ちゃんといくつ離れてるの？5歳、5歳離れてます。5歳離れてて、お姉ちゃんは大学生です。お姉ちゃんは5歳だから21歳ですね。結構離れてるんじゃないかな。もう成人式も終わってますしね。はーい、かわいい、ありがとう。会社員だけど1週間だけ夏休み。そうなんだ、やっぱ交代で夏休みって感じ。あー、かずきち、ソフトクリームじゃなくてアイスクリームありがとう、嬉しいです、ありがとね。あ、かずきち、どうぞ、もありがとう、ありがとね。俺が学生の頃は8月31日まで、長くない？そんなもんか、そんなもんだよね、そんなもんか、長くなかったわ、そんなもんでした。もう忘れちゃった、夏休みとか忘れちゃったっていう年じゃないんだけど、全然何日まで、何日まで夏休みだったかなと思って。大好きだよ、ありがとう。待って、めっちゃ固まっ、待って待って、ごめんね、めっちゃ固まってたよね今、絶対に。ごめん、めっちゃ固まってたよね今、なんか固まって聞こえてるかな、なんでなんでなんでこんな固まんの、やばいんだけど。なんか外国の方がめっちゃ来るんだけど、それのせいって言っちゃあれなんだけどさ、めっちゃすごい外国の方がいっぱい、すごくない？めっちゃ外国の方がいっぱい来てくれるんだけど、ありがとうございます、 Thank you。 すごい、そのせい、一気に来た、一気に来ちゃったからかな、わかんないけど、あー、やばいやばい、ちょっとちょっと、大慌て大慌て、なんかめっちゃ一気に来た、めっちゃ一気に外国の方の名前がいっぱい来るんだけど、初見、すごくない？かずきち、レインボースターありがとう。一回止まって、もう一回ね、やり直したんだけど、めっちゃ固まってる。お、めちゃ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 。めちゃめちゃ、めっちゃ送ってくれてた。あ、やばい、また画面止まった。めっちゃ固まるんだけど今日、なんでなんで、めっちゃ固まる、
めっちゃ固まって今もやり直した。めっちゃ固まるんだけど、なんで？無理なんだけど、ちょっとめっちゃ固まるんだけど、どうすればいいのこれ。めっちゃくる。いや、 Wi-Fi のせいではないんだよね。だっていつも Wi-Fi もちょっと悪いところでやってるんだけど。ほら、めっちゃ外国の方が来てくれる。ハロー、センキュー、カムサーニダー、センキュー、センキュー。もうやだやだ。小学生じゃないんです、高校1年生なんです。私小学何年生ですかじゃなくて、高校1年生なんですよ私。見えないですよね。ハロー、ラブフロムインドネシア。おお、テリマカシー。 AKB48 の道枝咲ちゃんに似ています。本当ですか、嬉しいです。ちょっと早いな、なんかコメントの流れが。一気に初訪問の方がいっぱい来て、一気に850人とかになったんだけど、びっくりびっくり。なんでびっくりなんだけど、本当に読めないのばっかりなんだけど。こいち嘘でしょ。でもよく間違えられる、いや間違えられないですよ。やっほー、JKT の子が配信してたが、そうなんだ。外国の方に見つかった。今回の夏休みの宿題って計画的にやる派、それとも最終日に片付ける。最終日、最初はやる気があって最初にバーって進めちゃうんですけど、途中からどんどん疲れてきて溜まっちゃって、結局最後にやっちゃう人です。だから両方って感じです。大好きだよ、ありがとう。テリマカシー、ハートありがとう。 JKT48 やっぱそうなんだ、違うか、ジャカルタ48のファンの方々なんですね。アイスクリーム、アイスクリームプリーズ。アジア圏に疲れるかな。そうなんですよね、私結構外国のね方が多くて、ファンになってくれる人、外国の方が多くてですね、日本よりも外国の方が言ってる。あなたは優しいお姉さんです。あー、 Thank you、 テリマンカシー、テリマンカシー。リンカちゃんの髪が可愛い、ありがとう。 T さん、アイスクリームありがとうございます。やばい、本当にやばい。ちょっと待って、面白いんだけど、 JKT48 ファンの方がいっぱいで、初見ばっかり。いや読めないな、なんて書いてあるのかわかんないなぁ。にこんにちは、インドネシアが来ました。あー、センキュー、テリマカシー。 CTH さん、ソフトクリームありがとう。インドネシアの方ほんとすごいよね、ちょっと読めないんだけど、ごめんね、読めない。7月中に宿題終わらせて8月は、そうなんだね。あ、音符ありがとうございます。テリマカシーっていうとこ、テリマカシー。あー、読めないのばっかだな。来てくれるのはすごく嬉しいですけど、読めないのが多くて。ソフトクリームありがとうございます、ありがとう。しょうちゃん、ソフトクリームありがとう。音符ありがとう。ゆうのなんちゃら、うーん、わかんない。あ、ソフトクリームありがとう。テレマガニリリリンカありがとう。早いな、めっちゃ早い、もう930人なんだけど、やばくない？まだ30分も経ってない。バッハサインドネシア、オーノーセンキュー、わいわい、わっとわっと、だるまありがとう。おもろい、本当に面白い。やばい、もう初訪問止まんない。初訪問止まらんて。小学生の妹が必死に練習出してる、いいね。大カイザーさん、ソフトクリームありがとう。あらあらって言ってみる。言ってみる。これ勉強中かな。クマハ、待って、早い。クマハダマング。Why? What?
昨日福岡行くから、明日福岡行くからリンゴと行ってくる、行ってらっしゃい、美味しいからマジ行ってみて。 JKT のファンです、 Thank you、 テリマカシー、テリマカシー、 JKT のファンです、いいね、 Thank you ではないか。あら、インドネシア語講座もわからんて、かわいい、ありがとう。早いコメントの流れが。近所にオーチさんちあって驚いた。オーチって私、もしかしたら私のいとことかかもしれないですね。こんにちは、ありがとう。まあ、わかんない、読めない、読めない、読めない。あるある。あ、読めない、読めない、読めない。読めない、読めない。お話し会で葵さんがリンコちゃんのこと褒めてて、本当ですか？嬉しい。なんでで、なんで？待って、読めない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 、本当に読めない、ごめんなさい、ね、ソーリー。あなたは何世代、何世代、 Z 世代、 Z 世代、 Z 世代です。絶対そういうことじゃないよね。 You know ボッキフィー、私の名前はダニです。ダニさん、ダニさん、こんにちは。ダニさん、ハローハロー、ダニさん、ハロー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 、センキューセンキュー、テリマカシー、テリマカシー、テリマカシー。もう読めないって、私ジャカルタ大きい人の人じゃないんです。かわいいな、ありがとう、ありがとう。ちょっとごめん、読めない、本当に読めない。最高の教師以外に見てないです。最高の教師しか見てない。ドラマね、最近全然見てないんです。あ、読めない読めない読めない、ごめんねごめんねごめんね、ちんちゃ、見やね見やねよ。あ、私の名前福田オットセイで、知ってます、知ってます、知ってます、ツイッター見てます。ダニーと呼んでください。ダニー、ダニー、ダニー、ハロー、ダニー、ハロ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 ー、ダニー、ハロー、ダニー、ハロー。You know バラード from クリアカップ、クイラカップ、インドネシア。What, what, what? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know。やばい、やばい、私そっち系のアイドル。やばい、やばい、英語しか飛び交わないじゃん。やばいって。助けて、誰か日本人、日本人の方助けて。本当にどうすればいい？ Hello, I'm from インドネシア。 Hello, hello, I'm from Japan, Japan! Japan なんです。やばいやばい。あなたと HKT48 とかイニツシアでコンサートができることを願って、ああ、センキュー、テリマカシー、私も願ってる、テリマカシー、めっちゃ海外の方来るやん、それな、助けに来たぞ、ありがとう。I'm from インドネシア、I'm from Japan、I'm from Japan。 インドネシアの人にもうやばいって。日本に留学するために日本語を勉強します、頑張って、ファイトファイトファイト。リンカちゃんのパフォーマンスが大好きです、ありがとう。外国人の人文字打つの、それな、誰か食べます、誰か本当に食べます。インドネシア語でスカスカサカリで大好きらしいよ。あー、Thank you、テリマカシー、テリマカシー、やばいやばいやばい、ありがとうございます。なんかでもありがとう、うん、ありがとう、テリマカシー。うん、読めないって、ファン層拡大できるじゃん、それはそうなんだけど、読めない、やばいやばいやばい。インフォロッカー、 Can you speak アラアラ、 No 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 I No I can't 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 No I can't。 やばいね、おもろい。ていうかスカスカリ、スカスカリなんだね。スカスカリ、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 スカスカリ。やばいやばいやばい。休むこと忘れないでください。おー、Thank you、テリマカシー。もうテリマカシーしか言えないの、ごめんね。テリマカシー。今こそ JKT さんのファンの皆さんは、イエーイ、味方になろう。それな、日本人よりインドネシア人の方が多いやん。ありがとう。大地先生、こんにちは、ありがとう。アペライト、ありがとう。どうぞ、乱暴な言葉、スキャン。
大丈夫です。私全然読めないんで。あのね、でちょっと普通の話するね。あの私は昨日ね、あーさんの卒業コンサート、卒業公演に出させていただいたんですけど、その時にリハからもうずっとしゃっくりが止まんなくて、何回も止まって再発して止まって再発してをやってて、昨日一日ずっとしゃっくりだったんですよ。本当にしんどくて息できなくて、もう本当にしんどくてずっとしゃっくり出てたんです。実はマジで苦しかった。夜寝る前もね、布団入ったらしゃっくり出てきちゃって寝れなくて、全然だから眠たいのかなとか思いつつも、いつ寝たのか分かんないぐらいだったんだけど、しゃっくりが止まんなくて、本当に本当にしゃっくり止まんない。しゃっくりもう100回以上しました昨日は。本当に言ってたよね、しゃっくり100回したらなんかダメだよみたいな、言ってた言ってた言ってたわ。インドネシア語の I love you を言ってみてほしいみたいです。あらあらが I love you ってこと。あらあら I love youI love you。 あらあら、絶対発音違うよね。 Sorry。 あらあら、あらあら、あらあら、あら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 、 I love you。 うん、大丈夫だよ、読めないから本当に。公園ではクールなイメージがありましたが、よく喋りますね、印象変わりました、可愛いです、ありがとう。クールなイメージだったかな。少しだけインドネシア語覚えね、少しだけインドネシア語覚えれました。ダニ、親愛なるっていう、ダニー、違うか、ダニさんが言ったのか、試合になるって言って、9割はいないし、それな、なんかめっちゃ舞い込んできて1268人の方が訪問してくれたの今までで、アクチンタムが I love you です。アクチンタム I love you I love you I love you、 もう I love you でよくない、英語伝わるでしょ、思うか、怖いね、ありがとうね、聞いた、あの英語伝わるよね絶対、どこかしら I love you とか絶対わかるでしょ。 I love you 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 大好きだ、君は大好きだ、僕は全力、ソフトクリームありがとう、で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、大好きだ、ずっと大好きだ、胸が苦しくなるよ、しまっておけない、ダイヤ、和吉さん、レインボースターありがとう。日本より苦手なんだね、そうなんだ。私の名前はダニハリヤハララバダンです。おお、Thank you、 リンカちゃんありがとう。私もインドネシア人です、 I love you、 おお、Thank you、 I from Japan、 I love you。 ごめんなさいね、喋れなくて、インドネシア語、 I'm sorry、 I can't speakインドネシア語。ジャカルタ語っていうのかな、ジャカルタ。あら、かわちありがとう。そう、今日はしゃくれないの、今日はしゃくりが出ていません。
ワイワンヒュア、もうやめて、カズキチまで。わかんない。コメントの流れが早すぎてね、ちょっと読めないの。リンカさん、今日難しい。ありがとう。いつもサングラスかっこいいっす。基本的な言葉だけで勉強してそうなんだけどね。忘れてかき氷食べた私も。ゲンちゃんだピン、ソフトクリームありがとう。こんにちは、こんにちは。カズキチレインボースターありがとう。大好きだ、ずっと大好きだ、声のかきり叫ぼう、大好きだ、うん、Hello, I'm from Jakarta. Thank you. I'm from Japan. かき氷、そう、家にね、かき氷、袋の中に入ってるかき氷があるんだ、家に。生誕祭やばいんだけど、本当に私本当にやばい。生誕祭今日月曜日だよね。やばいわ、もうやなね。昨日は夢の石来たね。リンカもツイッターいいでした。4位だったんだね。すごくない？でも普通にもうすぐ本当にやばいんだけど。横髪かわいい、ありがとう。もう多分配信終わったらすぐ撮っちゃう。ピュッて後ろに行って、ピュッて髪の毛もほどきました。こんにちは、私もインドネシアから来ました、ありがとう。スピーチマジで完成してないっす、本当に。来月は例年より暑い、もう無理だって。もう毎回さ、例年より暑い、例年より暑いって言ってるじゃん。もう地球温暖化やばいって、本当に。私が大人になってる頃にはもう死んじゃうって、本当に暑さで。無理無理無理だよ、無理だよ。そう考えとるなっす。本当に思いつかなくて、なんか何か書けばいいのか分かんなくて、もうなんかもう頭パンパン。これ終わったらちょっと考える。暑すぎてサウナ行かなくてね。ほんとそう。挨拶かもしれに来ました、ありがとう。ロリーボーイさん、わーお、福田オットセイさん、アイスタワーありがとう。ありがとうね、オットセイ、ありがとう。嬉しい、いつもツイッター見てるよ。ありがとうね、アイスありがとう。嬉しい、なんか涼しくなった気がした。なんかスピーチの内容は家族にも秘密、あのね、お母さんにもちょっと確認っていうか、文章おかしくないか見せようと思ってるんだけど、見せたくないとこはもう自分で後で書き出す。ありがとうね、本当に。おっとせい、ありがとう。本当にもう涼しくなる、本当見るだけで。かわいいアイスのタワー、ありがとう。本当にありがとうね、嬉しいでございます。あにゃせよ、あにゃせよ、あにゃせよ、あにゃせよ。いや、私は忘れないです、手紙は。あんちゃんもね、可愛かったですけどね。
出会って数日ですが、リンカさんの思いは誰でも負けません。愛させてもらいました。ありがとう。出会って数日ってもう1ヶ月ぐらい経ってるくない？新入社員です。こんにちは。ありがとう。生誕祭遅刻したらいけないから2日前に福岡に着くようにします。早いね。ありがとう。嬉しいでございます。本当に Twitter はあります。インスタはないです。Twitter にはあるので探してみてください。フォローしてください。よかったら。Twitter は私やってますので。お口動かしてるのかわいい。かわいくないよ。ありがとうね。ポイント、かき氷ギフトのポイントとかアイスギフトのポイントここに書いてたので、あのよかったら私に恵んでください。よかったら私に甘いアイスを届けてください。ちょっと収まりましたね。ありがとうみんな。あ、これでツイッターしるちゃんさんが載せてくれてる。可愛すぎてさっきから震えが止まらない。ありがとう。みりりん、かき氷ありがとう。わ、なんか、オットセイのスタンプがいっぱい送られてきましたけど。ちょっと待ってね、チャレンジ、ありがとう。ワンピース見てないです。もちろんで、ありがとうね、みりりん。かみさんありがとう。こんばんは。イェップだ。すでにフォローしました。ありがとう。ありがとうね、ありがとうね、ありがとうねったら、ありがとうね、はいよっと、パパ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 ソフトクリームありがとう。ありがとうね、みんな本当に嬉しい。本当に嬉しい。わあ、ソフトクリームありがとう。インスタグラムを作る予定はないです。まだないです。おしめんかき氷集めてるからちょうどよかった。そうまさん、ソフトクリームありがとう。嬉しかてとして夏休みだよ。無敵な笑顔だらすメリア、知りたその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。今日何食べた？どこに行くの？宿題を読むと忘れやで。宿題は実はそんなにないんです。実はですよ、ないんです。
そんなに、そんなにっていうか全然ないんです。昨日みなが宿題やってて、宿題をちょっと手伝ってあげました。4問国語手伝ってあげたんですけど、4問とも正解しました。天才的なアイドル様、そう、何食べた、どこに行くの。めっちゃ音程的下手くそ。なんだっけ、歌詞わかんない、すいません。じゃあ歌うなってことなんです。好きな動物は何ですか。好きな動物は犬です。猫も好き、猫も好きですけど犬も好きです。犬は昔飼ってたんですよ。ミニチュアダックスフンドなんですけど、めっちゃ可愛かったけど幼稚園の頃には亡くなっちゃったんですけど、幼稚園の頃だから全然記憶がないんですけど、私嫌われてて。いろいろ噛まれました、犬にいろいろ噛まれて痛かったんだけど、めっちゃ可愛いんです。でも赤豆ライナーさんありがとう。あ、プラ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 さん、プラネテスさんありがとう。最近猫ハート、猫ハートってどうやってするの。何猫ハートって。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。猫ハートって何、猫ハート、猫ハート、これは昔から流行ってる。なん猫ハートって。そうなんですよね、私が生まれる前から犬いちゃったんで、犬いたので。ツイッターで送ったぎりありがとう。マジわからん、猫ハートってな、こういうこと。これ犬だよね、だってちょっと丸いもん。犬は小さい頃で血統から私頭噛まれた。なん猫ハートってめっちゃ一生気になるんだけど。猫ハート、こうやろ、絶対こうじゃん、猫ハートこれやん。2つ猫、2つハートがね、こことここにあるんだけど、これをこうしたら猫、猫、ダンダンとダンダンダンと。とはって何、行ったことないと思う。ランチですか。ランチは食べました。もう今ドラム叩いてたの。あれだ、あれやったわ、あれ海へのあれ、校外学習で行きました。校外学習で行きました。ドラマリズムくね、本当本当にちょっと頑張ってる。私本当に適当人間なんで、すいません、うまくないです全然。ソフトクリームありがとう、ケンちゃんのピンさん。ケンちゃんのピンさん、かき氷ありがとう。てか一応私あのあれなんで、
吹奏楽部のパーカッションでしたのでドラムやってました。スマスイ懐かしい。スマスイ幼稚園だわ。修学旅行って言っても、修学旅行じゃない、校外学習って言っても幼稚園だわ。スマスにしまっちゃった。行きたかったんだよね最後に。絶対行きたかったんだけど、ちょっと行ける時間がなくて。音ゲーうまそう。音ゲー全然やったことないです。ピアノタイルとかしか。音ゲーなのあれ。ピアノタイルめっちゃ得意でした。水部だったよ。吹奏楽部楽譜読めます。吹奏楽のパーカッション初め。本当マジで、あの私本当にそう。てかスマスイのさ魚たちはどこに放たれるん？スマスイなくなったらさ、水族館ってなくなったらどこに魚が放たれんの？そこにいた魚、他の水族館とかに寄付されんのかな？ドラムの音ゲーあんの？やってみよう。入れてみるね、アプリ。携帯できる？携帯で。携帯しか持ってないから。あれリニューアルして、すみません。そうなの？なんだよ。リニューアルすんのかい。へえ、他の水族館に行くんだ。なんだ、ゲーセンかよ。ドラムのドラムの時やったよ。やったやった、この前。レインボースターありがとう。福田オットセイありがとうね。オットセイ太鼓の達人とか全然やってないね。にいしゃん、かき氷ありがとう。カモメライナーさん、ソフトクリームありがとう。ありがとうね、本当に助かります。私サーティワンのチョコミントが本当に感動して美味しくて好きだから。カモメライナーさんとイーシャンさん、ソフトクリームありがとう。嬉しい。君は完璧で究極のアイドル、金輪際現れない、一番星の生まれ変わり、あーその笑顔で愛してるで、誰も彼も虜にしていこう。ハナンさん、ソフトクリームありがとう。ドラムロールできるよ。ズッチャンズッチャンダルルルズッチャンやってました。カモメライナーさん、かき氷ありがとう。姫路行ってきます。頑張って姫路。頑張るか分かんないけど、姫路行ってらっしゃい。体育祭とかで演奏するんですよ、入場とかで。私演奏したとこ、タッタンタッタンタッタッタン、じゃんじゃんじゃじゃじゃん、タッタッタカタカタン、じゃんじゃんじゃじゃじゃん、タッタカタッタカタ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 タッタ。なんか性能すぎ。いやでもあの本当にすいません、スネアだけなんだよね、ドラムロールで。スネアこうやって叩けるだけ。レインボースターありがとう。甲子園の応援で、あやめとこう言おうと思ったけどちょっとバレちゃうかなと思ったからやめ、言うのやめました。
見えるよ、見える、生誕祭の時見えるよ、後ろの席でも結構。私吹奏楽部で全国大会で、間違えました、全国大会じゃなかったです、県大会だ、県大会で銀賞でしたね、最高で銀賞でした。全国大会嘘です、地区大会金賞で通過して県大会銀賞でした。なんだったっけな、あの曲の名前、ダンダンダンダダダダラダンダダラララン、エールマーチだ、エールマーチを演奏したんですよね。エールマーチとフェドーラっていう曲を演奏しました。私はグロッケンだったんだけどね、エールマーチの時は、ダガダガダガダンダッダッダダガダンダダンダガダガダガダンってやってました。あとはフェドーラはベドラっていう、みんなで言うと大太鼓、ベドラをやってました。ベドラと刷新をやってましたね。刷新ってわかるかな、シンバルの片方だけがこうあって、これをバーって叩くやつ。うちの中学も吹奏楽は毎回ぐらい賞もねもらうやね、やっぱり吹奏楽って意外と強い、みんな。今違う JKT の子が配信しててすごいもらう、そうなんだ、よかった。というのを JKT48 Yes I do Yes I do、 もうすぐかな、今何時何分ですか。サスペンダー、そう、私のとこは刷新って言ってて、そう刷新って言うんですよ、私のとこは。サスペンダーとは言わなくて刷新って言ってますね、みんな。刷新、うん、刷新です。ちっちゃ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 、55分、じゃあもうすぐで壇上読みするね、誕生日します。13位、ムックさんありがとうございます。12位、キングさんありがとうございます。11位、ムハンマドさんありがとうございます。10位、アリーさんありがとうございます。9位、ケンチャのピンさんありがとうございます。8位、ヨイちゃんありがとう。カモクさんありがとう、こんばんは。7位、ダニーさんありがとうございます。6位、ロエディスさんありがとうございます。5位、ショウちゃんさんありがとうございます。4位、タジさんありがとうございます。3位、カズキチありがとう。4位、あ、間違った、2位、ダイカイザーさんありがとうございます。1位、福田オットセイさんありがとう。ありがとうね、みんな今日ちょっとあのいろいろあのね、いろいろあったと思うんですけど、ちょっと JKT の反応がだからね、ちょっとはい、めっちゃすごい落とせん、そう JKT の反応の方とかがいっぱい来てくれて、まあ嬉しかったんですけど、そうだけどね、ちょっといっぱいちょっと日本の方とおしゃべりするのがちょっと10分ぐらいできなかったかなと思って、しかも配信も止まっちゃったりして、ごめんなさい、そこは本当に私がね、ごめんね本当に。また今日の夜もねやるので、よかったら見に来てください。ということで終わりたいと思います。今日は夜8時からやるから見に来てね。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。